沖縄爆笑伝説、うん、はい、今週のお題は休みとなっておりますよ、はい、行きましょう。はい、来ております。ヒップネームピンクの小豚さんいただきました、ありがとうございます。前の職場で日頃からありえんことばかり言っているおバカなバイトの子のずる休みの理由に笑った、うん、朝いきなり電話してきて、今金縛りにやってるからいけませんお前電話できてるだろうが金縛り、できるんすね。結構ステップありますよ、電話するまでに。ですよね、電話結構動いてる。で番号を押して全然動けてる喋れてるし。はい、続きまして、はい、ヒープネームアイサイグスーヨーさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。人間ドックのために仕事を休んだものの、人間ドックがあまりにも早く終了したため十時に出勤してきた真面目な後輩スタッフ真面目、えらい、8時ぐらいに受けて10時に出勤、えらい、年給取ってないのかな。お昼ご飯とかあのうまいやつは食ってないのかな。あれなこっちバリウムでちょっと白くしてきたらしね今だったらってたこっち白いのついてきたりしてね。すごい、今だったらあのコロナのワクチンの副反応をうまく使う人いますよねちょっとねみんな休んでるからあと次の1日休んどかんとみたいなのとかねそういうので休んでる人いるんですか。とかはいますよ、いると思います。いる、分からないです。いますよね、細かく休む人が休みにくくなるやつ細かく訂正するいると思いますよ続いてあり、はい、キープネームエブリデイカチャーシーさんからいただきました、ありがとうございます。仕事終わりにカラオケ行ったら、今日体調悪くて休みますと電話してきたはずのうちのバイト生が友達とイエイめっちゃホリデー歌っていた。うわ、これまたあの曲もちょっとイラッとするな。イエイめっちゃ、何がホリデーよ、めっちゃだからな。めっちゃホリデー、ホリデーではないから。イエイじゃないよ、楽しいやつな。曲もイラッとするな。腹立つな。さあ、今日お題がですね、休みなんですけど、なんか尾長さん休みエピソードありますか。そうですね、うん、僕ヒーローをずっとやってるんですけど、はい、まあ、撮影の時ギュッと体絞って、で終わると、うん、体が元に戻るんですけど大体いつもで今休みの日に娘、4歳の娘がいるんですけど、はい、娘と寝てたらですね、うん、娘が横からお腹ポンって叩いてパパタヌキーって言ったんですよ、ね、ちょっとヒーローの前に父親として頑張らんとなと思ってます、はい、家ではタヌキなんですね家ではタヌキ、休みの日はタヌキになってますね、はい、なんですけど、なんでこれボクサーでもないのにこんな増減を繰り返してるんですか大変なんですね、やっぱり、ね、大変だ、はい、じゃあ続きまして、ヒップネームオーティロ88さんでいいのかな、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。日曜日の朝の話、前日相当酔っ払っていたのか玄関までたどり着くのがやっとで、玄関で突っ伏して眠ってしまっていた。9時頃目覚めると妻と子供2人は家におらず、公園に出かけた痕跡あり。子供2人はどういう気持ちで父をまたいで出かけていったのだろうか絶対ここ通らんといけないところ、このもうなんかちょっとひそひそ話しながら、なんでこの人みたいな、ちょっと踏んでるな、チブルとか踏まれてるんじゃないですか、キュッて足の甲で擦ったりしてるな、なんでパンパン出てるのって、もいいよ何も言わないでいいよ、奥さんちょっと蹴ったりしてね、こんな耳とか踏んだりして絶対やってる、シニア注意されてるなこれな。沖縄爆笑伝説パート2です。よいしょ、はい、今週のお題は休みとなっておりますよ、行きましょう。はい、来ました、ヒップネーム栃木から来た内名嫁さんいただきました、ありがとうございます。昔日曜日に間違って投稿して、代わりに月曜日休む子がいた。気持ちはわかるけどすげえ勇気あるなと思ったはあ、はあ、マイルールすげえ、いや日曜日行ったの知らんしっていうマイルールだこれ勝手に行ったところで何もしないで、だからやってないからな、何を消化したっていう話昨日行ったし封じて今日休むか、あんまり日曜日間違えて行かないです、日曜日日曜日感出てるからね、出てますよね、なんか校門で帰らないですか、日曜日行ったとしてもうもう大体わかるっていう、いないし誰も、
はい、続きまして、はい、ヒープネームさくらさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おばあに明日休みよね、冠婚葬祭用の服買いたいからデパートに連れてってって言われたから連れてった、うんうん、お店に着いたおばあはスタッフに金婚冠婚用の服はどこですかって聞きよった。金婚冠婚、音はなんか似てるけど、めでたい感じするな。めでたい、金婚冠婚、喉自慢だな。喉自慢ですね。ハンマー渡されたじゃないですか。何やるんかな。金婚冠婚、もう完全に喉自慢に出る用の衣装だな。衣装買いに行ってるな。楽しい要素しかないよやこれ。じゃあ続いて。はい、ヒップネーム、アゴベルト中里さんからいただきました。ありがとうございます。僕の持ってたインパクトドライバー、はい、充電時間4時間、使用時間7分。とにかく休みたがりなドライバーでした。はぁ、引き合わんな。ちょっとばしか働かんな。引き合わんな。して7分しか持たんば。もうこれバッテリーダメなってんじゃないの多分。もうちょっと寿命来てますよね多分ね、7分に。いやこの7分作れんよや。緊張するよ。だからよ、緊張してから全部手で回して最後ドゥーとかやるよ。ちょっとずつつけ、チッチッチッストップウォッチ測りながら全然道具の意味ないなこれ。続きまして、旧具志川市のオレさん、はいどうもありがとうございます。ありがとうございます。ああ、スプーン曲げができるという同級生の家に遊びに行った。早速見せてもらおうと思ったら、同級生が今日は超能力が休みだからできないと言い出した。それでも見たい僕たちは、うん、そこをなんとかとお願いしたら、顔を真っ赤にして具体で曲げよった。帰り道、なんか悪いことしちゃったなと反省した。あ、休みとかやっぱあるんか。超能力の休みか。体調にもよるんじゃないですか。体調にもな、ユリギラーも体調にもよるからな。これ何、下水銀は使えて、川木道使えないとかある。いや、あるんじゃないですか。超能力、やっぱり必要は使えないと思うんですよ。グテイ、最後グテイ行くってな、あれ見たくないな。こっちとか筋とか出てますよ。ある程度のところでもう脱がらしてあげる。休みって言った時点で、じゃあまたできる時に来ようねとか言えばいいのに。そうかでいいやし。ヒデピョンさん、ありがとうございます。若手男子職員が体調不良で休んだ場合の職場内のやり取り、いつも真面目な A 君の場合、珍しいな、 A 君が休むなんて。ご飯食べてるかな、誰か帰りに寄ってみてくれ。のんべえの B 君の場合、また休みか、どうせキャバクラはしごしたんだろあのバカ。誰にも真実はわからないが、この差は大きい。はあ、人こんなあるね、普段のね、はいはいはい、実際あったからそう言われてるんでしょうね、はしごしたって。過去のあれ、過去の歴史ですよね、これはね。あのバカ、あのバカ。休んだ人ね、あのバカ。すごい扱い。はい、では一旦コマーシャルです。はい、いろんな休みが、まあ、これも普段のね、行い態度ですよ。はい、沖縄爆笑伝説パート3だ。今週のお題は休みとなっております。はい、行きましょう。はい、いい絶好調ですね。でヒープネーム、顎の面積お兄さん、お絶好調だね。絶好調ですね。最高だな、ね、本当に。娘たちが考えたオリジナルのトランプのゲームをしていると、うん、毎回序盤で、はい、お父さん3回休みと言われ、休んでる間にカンナジ負ける。休みの理由も勝敗の分かれ目も全く分からん。はい、もうオリジナルだからね。死に舐められてるじゃないですか。もうこれ完全オリジナルのルールだから、勝手にお父さん3回休み。休みで2人がターンしたら大体終わりますよね。顎が休んでるみたいな。顎が休んでる。どういうことだ。続きまして、イブネームモナカさん、ありがとうございます。気になってた人に、次の休みの日空いてますかと言われ、ドキドキしながら、空いてます空いてますって返事したら、そうだと思いましたと言われ、彼女はそのまま立ち去った。ちなみに休日は一人ジェンガで有意義に過ごした。一人ジェンガ聞いたの。聞いただけだ。
空いてますか、あやっぱりみたいな。そうだと思いました。暇人と思われてたってことですかね。空いてること空いてそう。これはもういじめられてますよ。ダメージ与えて、うん、終わりですか。はい、これいじめられてますね。やっぱり一人ジェンガーは楽しいんですか。デージアスさん、これやられたら。続きまして、イープーネームサウロお兄さん、ありがとうございます。社長が休みの日に社長室でお菓子食べたら怒られた。終わり。なんでこんな食べたかな。なんで。いや、これはでも社長も社長ですよ。チェックしてるってことだからね。あーはー、減ったなっていう。チョコ3つなくなと。死にケチですね、すごいな。こんな社長。チョコ3つなくなっただけで。あのおばあのうち行ったらあるあるお菓子入りやとかの、ね、ベレー帽みたいな蓋で、はい、上でちょこんと取ってからやるやつ、あんなみたいな。朝礼とかで言われるんですか。3つ取った人、誰か私のお菓子食べたのはって。デージアスさん怖いよ。イブネーム大空と大地のようにさん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。俺の後輩は年間の有給が足りなくて、経理部に来年度の有給の前借りの交渉をした、うん、結局認められず1年が経った。次の年も有給が足りず総務部に前借りのお願いをしたが、やっぱりダメだった。へえ、一応前借り制度とかあるんですね。できるんですね。いじめられてますよ。だからなんでこれ通らんば、なんで計算してやらんば、これなんでこの人だけ通らんば、うん、やっぱりダメだったって分かってたんですよね。有給でもなんかね、使い切れないとかいう話も聞いたりするんですけど、そうですよね、消化できないってばーって話も上手に使ってるんですね、うん、続きまして、ありありあり百回さん、はい、ありがとうございます。小学校の頃、たまに早く家に帰りたくなり、体調悪いという口実で帰ろうとしていた、うん、一度保健室の先生に見てもらわないと帰れなかったので、教室から保健室までダッシュして体温を上げようとしたり、まばたきを我慢して目を充血させようとしていた。一度も成功しなかった。これ昔やったな。やりましたね。あの電子式の体温計じゃなかったんですよ、小学校の時とか。水銀のやつ、あれ逆に振ったりして、はい、逆に、いやいや、これ62度とかじゃないですか。そうそう、62度になってるよっつって。怖いっしょ。あれ逆に振ったら、水銀と水銀がちょっと途切れたりするんですよ、あれね。もうお前振ったってすぐバレるっていう。僕は体調悪い、青いチョークをここに塗るんですよ、うん、してこうやってなじますわけ。いや、したらキョンシーかや。デージ体調悪そうに見えます。すごい、悪すぎだろ。すごい。ラスト、イブネーム全力中年さん、はい、ありがとうございます。中学生の長男が早く年取りたいって言うから、なんでかって聞くと、うん、おじいおばあは毎日が休みだからとのこと。あー、何も分かってないアマちゃんよ。じいちゃんばあちゃんは仏壇ごとがあるから年中休みなしだぞ。別に暇じゃないよっつって。じいちゃんばあちゃんも仕事終えてるからね。もうでも中学生がまた毎日1日15日は並んどうや。そうですね、できないです。みんなが料理作ったりとか、うん、葉っぱ変えたりね。大変ですよね。うん、はい、では一旦コマーシャル。そっか、休みが欲しいか。あ、そうですね、うんうん、どれにしようかな、はい、ありがとうございます。終わりました。はい、ありがとうございます。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はさあ誰でしょう、誰なんでしょうか。オバートデパートに冠婚葬祭用の服買いに行ったら、金婚冠婚用の服どこですかと言われた。さくらさん、おめでとうございます。のど自慢の衣装ですね、はい、めっちゃ派手なドレス、ピンクのドレス。もう使い道決まってるけどな、これな。着物とか、うん、しかも最後まで歌えない。そうだよね、うん、それでは来週のお題をですね、織田信長さんでお願いします。一番得意なやつだ。信長っす。はいはいはい、恋、恋、恋です。なるほど、おいいっすね。何が信長っすよ。